日本維新の会の県組織となる新潟維新の会の設立総会が開かれました。今年夏の参院選で比例票10万票の獲得を目指す方針です。新潟維新の会は日本維新の会の県総支部として今年2月に発足。昨日の設立総会には日本維新の会幹事長の藤田文武衆議院議員が出席し、今後の活動方針が示されました。今年夏の参議院選挙で比例票を10万票獲得することや、来年の統一地方選挙で候補者を20人擁立することなどを目標としています。党勢拡大、そして新潟の発展、日本国の発展に向けて頑張っていこうと決意を改めて新たにいたしたところでございます。一方、参院選での候補者の擁立については全国的な方針と歩調を合わせながら対応していくと述べるにとどめています。